こんにちは。自営業専門の税理士川南です。本日の動画は自営業フリーランスの行く年来る年、年末年始にするべきことって一体何をすればいいのを動画で紹介したいと思います。私はオンラインサロンと Twitter、TikTok、Instagram もしてますので、ぜひ合わせてチェックの方お願いします。また2022年1月に本を出版しますので、よろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、それでは個人事業主の行く年来る年いきましょう。本日の内容です。年末にするべきこと、年明けにするべきこと、またこれから来る一大イベントである確定申告に向けてやることを動画で紹介していきます。そして最後まとめになります。こちらね、出版する本になりますので、もう Amazon 予約受付してますので、ぜひお願いします。はい、それではまず年末の過ごし方から。まず一つ目です。棚卸しをしないといけないんですよっていう話です。これは全員じゃないんですけど、商品や製品を販売する人は該当することになります。この棚卸しの方法については前回の動画で詳しくやり方などね、詳細を解説してますので、ぜひ棚卸しあるという方はそちらの動画を見てください。棚卸しっていうのは12月31日時点の段階で商品在庫がいくら残ってるかっていうのを買うとする作業になります。ですので年末にやる過ごし方の方にピックアップしました。2つ目、経理の遅れを取り戻す。これすごく重要です。まずですね、どういうことをすればいいのかなと言いますと、レシートや領収書の整理ですね。あっちのお財布、こっちのお財布、車の中とかにいろんなファイルのところにレシートや領収書がバラバラだとスムーズに確定申告に向かえません。ですのでまず一箇所にまとめること、そしてさらにですね、現金とカードで払ったものっていうのを分けておくと二重に入力するのを防ぐことができるのでおすすめです。余裕があればしましょう。まずレシートや領収書の整理からです。そして次にカード、携帯電話、水道光熱費などの明細を準備しましょう。これ普段からね、毎月印刷しておく、もしくはねデータ PDF で保存しているよって方はいいんですけど、まだカードの明細書、携帯代の使用明細書等々が出ていないよっていう方は1年分をまとめて出そうと思いますと結構手間な作業になりますので、まだ明細書揃えてない方は早めに準備の方をしておくと楽になります。そしてここまでやってようやく経理に取り掛かれるっていうの状態になりますので、経理の遅れをまず取り戻すためにレシートや領収書の整理、明細書を準備するっていうふうに取り掛かってください。そして実際帳簿をつける、またはね会計ソフトに入力する、 Excel に入力するっていうような流れになるかと思います。こちらもね、今のこの年末の時期にやっておかないと、年明けてからにしようとか、また確定申告が来てからいいよねってなりますと全てがこう遅れていってしまいますので、ここちょっとね年末踏ん張りどこですので、ぜひ皆さんちょっと気合を入れて遅れがある方は取り戻してほしいなと思います。もう一つ、3つ目ですね、ふるさと納税の締め切りが12月の31日までになってます。もしねギリギリに調整したいとかね、ギリギリで上限額までやりたいよとか、今年こそはやってみようって方はふるさと納税12月31日までですので、そのまでに商品をね選んで、もしする方は急いで申し込みの方をしてください。こちらふるさと納税も過去に動画を出してますので、上限額の調べ方、ふるさと納税のサイトのおすすめ等々載ってますので、こちらの動画ぜひ参考にして見てみてください。ちょっとすいません、もう一回話戻るんですけど、このカードや携帯の明細なんですけど、この中にさらに Amazon の明細書等も含まれてきますので、そちらの方も合わせて準備の方をするようにしてください。あとネットの購入の明細書等もそうですし、プライベートの別のカードで経費を支払っているものがあるんじゃないか、またプライベートの口座から経費の引き落としがされているものがないか、経費の漏れがないようにきちんとチェックをするようにしてください。これ確定申告時期に慌ててやってしまうと、ついつい漏れてたり、プライベートの口座の方で引き落としされているのを入力し忘れたっていう風になりがちですので、今からこのように明細書と準備して経理の遅れを取り戻す、また棚卸しがある方は棚卸しをする、ふるさと納税がギリギリ締め切りになってますので、こちらの方をしたいなっていう方はぜひ合わせてこの3つ、年末の過ごし方の参考にしてください。では年明けの過ごし方を紹介します。まずですね、年が明けましたらもう1月1から12月31日で今期令和3年度分は締め切りってなりますので、年が明けた瞬間、次一大イベントである確定申告への準備をしていきましょう。実際にねどういうことをね準備していけばいいのか、まず必要書類を揃えていきましょう。このまとめる作業ですね。じゃあどういったものを揃えていけばいいのか、表で解説していきます。このような書類が必要になってきます。
ます。確定申告になるとね、皆さんこのような書類を揃えるってね、思い出していきます。1年前のことなのね、もう忘れてるよって方もいるかもしれないですけど、順番に見ていきましょう。まず社会保険料控除等の書類が必要になってきます。どういうものかと言いますと、国民健康保険の控除証明書、お住まいの市区町村や加入先から届きます。また国民年金保険料の控除証明書も必要になります。これは年金事務所から届きます。そして国民年金基金に入っている方はこれらの控除証明書が加入先から届きます。またイデコやってるよっていう方はイデコの掛け金の控除証明書が届きますので、これらは社会保険料控除の中に入りますので、これらの書類を必ず届いた時に一箇所にまとめてファイルに入れるなどしてすぐ見つけれるようにしておきましょう。そして次です。小規模企業共済に入っている方はこの小規模希望共済と掛け金払い込み証明書というものが届きますので、こちらの方を準備しましょう。そして次、生命保険控除ですね。これは皆さんが加入している保険会社から届きます。生命保険料控除証明書というものが来ますので、こちらも合わせて保管するようにしてください。また地震保険に入っているよという方は地震保険料の控除証明書が届きますので、これも加入保険会社から届きますので合わせてご確認ください。もし紛失してしまったっていう場合は保険会社に問い合わせすれば再発行が可能になりますので、再発行もね、やはり少しお時間かかりますので、ないって気づいた時点ですぐにそういう手続きをするようにしてください。これもね、今ここでね、あるかどうかチェックして初めて気がつくことですので、確定申告ギリギリに控除証明書がないってなると大変なことですので、今から準備しておきましょう。雑損控除はこれはある方ない方いますので飛ばしたいと思います。まあ災害があったよっていう方はこれらの証明書が必要になるよってことです。そしてもう一つ、医療費控除がある方がいます。1年間の医療費が生活が一緒にしている家族の1年分の領収書をまとめて10万円以上ある場合は医療費控除に該当する可能性が高いので、これがあるよっていう方は1年分の医療費の明細書、これは各医療機関、まあ、薬局などから明細が出ていると思うので、そちらの方を1年分まとめておきましょう。医療費控除については過去ね、動画を作ってますので、ぜひそちらの方も参考にしてみてください。この医療費控除なんですけど、10万円以上超えないと基本ダメなんですけど、超えない場合でも所得によっては医療費控除が使える場合がありますので諦めないでください。そういうものも動画の方で、ね、紹介してますので、ぜひ見てみてください。そして最後、ふるさと納税をしている人です。これは寄付した先の自治体の方から寄付金控除証明書というものが届きますので、こちらを合わせて、まあね、どこに寄付したか何件かある方は漏れのないようにきちんと揃っているかどうかの確認をしてください。1枚だけどっかやってしまったっていうのを結構聞くあるあるパターンですので、必ず全てあるかどうか確認してください。そして2021年の寄付金分、このふるさと納税から申告するときに、今までは1枚1枚全てを添付または1枚1枚全て入力していたんですけど、これをふるさと納税の各サイトで取りまとめた明細書っていうのを1枚添付すれば OK というふうに次年度次の確定申告が変わりますので、そこはね要チェックです。もちろん今まで通りよくわからないって全部出すのもいいんですけど、1枚にねまとめることができますよというお知らせです。はい、これらが必要書類の準備内容になります。そして郵送されてきたものを順番にきちんと一箇所にまとめて保管しておくってことがコツです。さらにこのようにいつも自分が確定申告に必要な書類っていうのはだいたい決まってきます。ですのでリスト化したり、まあ、一覧表にしておいて来た順番にチェックを入れたりってするように把握をしておくと毎年すごく楽になるかと思うので、こちらの方法もおすすめです。一覧にするの大変って方は届いてる書類を一度コピーしてしまうと、そのコピーを毎年見ればこういう書類だったなと思い出すことができますので、そういう方法もありかなというふうに思います。確定申告の準備を必要書類を揃えていくっていうのが今ね表で説明したものになります。そして2つ目です。これ期をまたぐ処理を把握しましょうということですね。これどういうことかと言いますと、例えば年内に請求書を出したんだけど売上の入金が年明けに入るっていう場合あるんですよね。例えば1月に入る、その時どっちの売上になるかっていうと、売上が入った入金のあった年の売上ではなくて、請求書を切った出した年度の売上に上げてくださいねっていうルールがあるんです。これ必ず守らないと税金などがずれてくる原因になりますので、必ずこの期をまたぐ処理の把握を年明けからしていきましょう。逆にね、12月分の携帯代、水道光熱費が1月分に引き落とされるってこともあると思うんです。それは同じく年内の経費にすることができますので、この期をまたぐ処理というのを把握しないといけなくなります。でね、イメージの方が分かりやすいかなと思ったので図にしてみました。年をまたぐ処理の把握について解説します。ここがね令和3年度分だとします。
ね。で、請求書を12月に切りましたと、まあ、例えば12月10日に切った場合に、でも入金は1月の10日に入ってくる、その場合の売上はどっちの売上になるかってことなんですけど、皆さんね、知らなくてこっち入金があった年にしてしまいがちなんですけど、請求書を切ったこの令和3年度の売上に入れ込むようにしてください。ここ要注意です。逆に今言ったように12月分の請求書、まあ、もしくはね12月分の電気代っていう風に言って、1月のね20日あたりに12月分の支払いが落ちる場合があるんですけど、これも同じく次の時の経費ではなくて年内の経費に入れ込むことができます。この現象を専門用語で木ずれっていう風に言うんですけど、この12月1月のあたりのこの入金と出金の情報っていうのは把握しておかないといけない項目になります。おそらくカード明細もそうだと思うんです。1月にカードの引き落としは来るんだけど、カードを切ったのは12月っていうケースもありますので、そういう年をまたぐ処理の把握は気をつけてください。先ほど言ったように売上をこっちにすべきなのに年明けの売上にしてしまうと所得金額がその分ずれてきますし、そうなると税金額が変わってくる項目ポイントになってしまいます。ということは税務調査のチェックポイントでもあって、ここは必ず見られます。きちんとここの処理をこっちの令和3年度に処理しているかなっていうのはチェックポイントになりますので、ぜひ皆さんねお気をつけください。次3つ目です。確定申告が終わった時点で3ヶ月分の経理が溜まってくるってことになってしまいます。確定申告の時にね、今今年の分の経理確定申告のためにしたっていうことは、令和4年度分のもう 1,2,3 ヶ月分の経理が溜まってきてしまうってことになってしまうんですね。で、確定申告終わったと思ってももうすでに3ヶ月分の経理が溜まってるってなるとね、もうやっと終わったとこにね経理をやろうっていうのはなかなか人間できませんので、年末から年明けにかけて経理の遅れを取り戻しておくってことはすごく重要なポイントです。3ヶ月分が溜まってるっていうのはならないように、溜まらないように年明けから年明けの分の経理も同時並行でしていく、まあ一大イベントである確定申告の準備プラス年明け分令和4年度の経理をしていく、同時並行でしていくっていうことが大切になってきます。はい、ではまとめです。経理の遅れが出ないように気をつけましょう。またね、自営業フリーランスの一大イベントである確定申告イベントがだんだんと近づいてきてます。もうねイベント間近だと思ってください。なるべく早めに準備をしていた方がスムーズに確定申告もできますし、本業にね宣言するためにも申告も早めに終わらし、経理の方も同時並行でやっていきましょう。経営のために必要な作業になります。ビジネスとして独立したからには避けては通れないことになってますので、皆さん心を引き締めて、せっかくの年末年始でねお休みしたい、まあ、もちろんねお仕事が忙しい年末年始はっていう方もいると思うんですけど、そちらね本当非常に理解はできるし、私も同じなんですけども、ぐっとこらえて休みたい気持ち、まあ、仕事で忙しい気持ち、年末年始何かとバタバタしますけど、経営ビジネスをしていくためにも必要な作業となっています。年末年始ねどうしても休みたいって方は普段から早めにしていかないといけないってことがあります。まだ確定申告まで少しお時間あるので経理の方追いつけるかと思いますので、皆さん年末年始頑張ってやっていきましょう。はい、私は本を出版します。経理節税の Q&A ということで、自営業フリーランスが必要なもの、まあ面倒くさいことを全部ギュッとね一冊にまとめた本になっています。 Q&A 形式で進んでいきますので、好きなところから読んだり気になるところから読んだりすることができます。もう Amazon で予約始まってますし、楽天ブックスでも予約受付中ですので、ぜひよろしくお願いします。限定のしおりがついております。あなたのビジネスがうまくいきますように。サイン本の方はベースで売ってます。で、出版記念パーカーといって、これ私がね着ているパーカーなんですけど、それではまたパーカーというのを作りましたので、そちらもベースの方で販売しております。今 Amazon の税金部門新着ランキングで1位になってますので、ぜひよろしくお願いします。はい、そして私は税理士川南のオンラインサロンということで、オンラインサロンも運営しています。メリットが3つあります。オンライン上で税理士を味方につけることができる、オンライン上で質問や相談ができるということが1つ目のメリット。2つ目が定期的にサロンズームを開催してます。ズームで直接私に相談ができたり、メンバーとの情報交換、異業種交流ができるということで好評です。そして3つ目、税理士の裏側を公開しています。私がね普段ビジネスどういうふうにしているか、 SNS 集客の仕方、 TikTok や YouTube の裏側などなど、税理士の裏側を公開しているのはオンラインサロンのみになりますので、詳しくは概要欄の URL からクリックしたら覗けますので、ぜひご検討ください。参加お待ちしています。
というわけでチャンネル登録よろしくお願いします。皆さんの感想やコメントすべて目を通していますので、していただけると励みになりますのでよろしくお願いします。また高評価ボタンでグッドボタンも励みになりますのでお願いします。私はこの YouTube 以外に Instagram、Twitter、TikTok もやってます。 Instagram は今フォロワーが 1.2 万人、 TikTok の方はフォロワーが 5.7 万人になってますので、そちらの SNS もぜひよろしくお願いします。はい、それでは本日の動画も以上になります。いつも最後まで見てくださってありがとうございます。税理士川みなみでした。またの動画でお会いしましょう。これから確定申告シーズンが来ます。頑張りましょう皆さん。それではまた。